参議院は初当選以降一度も国会に出席していない NHK 党のガーシー参議院議員について懲罰委員会を開き、具体的な処分内容の検討を始めました。了解を得ないまま海外に滞在し、速やかに帰国の上登院するよう求めてきましたが、応じるには至りませんでした。初回の今日は参議院の尾辻議長が懲罰を検討するに至った理由を説明しました。次回は21日に開かれ、今月中にも処分内容が決まる見通しです。鈴木宗男委員長はガーシー議員に対して、委員会の場で弁明を希望するかどうか16日までに回答するよう要請しました。 NHK 党はオンラインでの弁明を求めていますが、懲罰委員会は認めていません。